こんにちは、家庭教師の大内です。現在お子様がこのようなことでお悩みではありませんか？内容が多すぎて覚えられない、そもそも言葉の意味がわからない、なんて書いたらいいかわからない、これで合ってるのか自信がない、そのお悩み解決しますよ。私は勉強が苦手なお子様でも絶対にわかる方法でしか教えません。例えば言葉でつらつら話すだけだとお子様は理解しにくいです。そこでなるべく図や絵にしてあげるだけでイメージで捉えることができ、しっかり頭に残ります。さらに情報を多く与えないことをとにかく意識しています。詰め込み型の学習ではなく、単元をギュッと絞って必要なところだけを指導します。お子様によっては何度も反復させることで定着を図っていきます。この方法で勉強が苦手だった多くのお子様たちが自分にもできたという体験をされています。また家庭教師の指導においては保護者様とのコミュニケーションも非常に重要と考えております。保護者様のご都合に合わせてお話しさせていただき、保護者様、お子様含め良い気持ちで家庭教師の指導を受けていただくことが一番心がけている点です。勉強が苦手、お子様にだけ合わせた指導を受けたい、今の塾家庭教師で大丈夫かなと思われる保護者様からのご応募をお待ちしております。